거기 너 그런 거 저 사람한테 떠오르는 실제했어. さくらあやねです。この番組は私たち先輩後輩コンビが超 A&D プラスのお時間をちょっとだけお借りしてお届けするハイテンショントーク番組です。蛇だし、次来年はタツミ馬、馬年の人。今日から、今日からロゴが変わってます。あ、そう、ロゴがあれしてますね。そうなんです。これさくらさんが習字をしまして、はい、でイラストの方は、まあ、パーセンが、はい、絵を、ね、そうなんですよね、いただきましたね。すごいいい感じにハーモニーってんじゃないですか。そうね、ハーモニーっちゃってる、ね、ハーモニーってますね。ブログも、はい、ブログもね、今までのブログ全部バーッと、はい、あれしてくれるよね、やるよね、書いていただけるんですよね。ね、はい、じゃあやるって言ってるから言ってます、してくれるよ、はい。というわけでね、1月2日ですか、本日切ってすぐです。1月2日だと、まあ早あ、初売りか、初売りがあるところあるけど、なんかね、この前聞いたら新宿のルミネは初売りは確かに2日からやるけど、セールは1月半ばなんですって言ってた。なんでですか。わかんない、今年どこよりも遅いらしいんですよねってルミネのお姉さんが言ってたから、どうしようかなって思ってる。3日に一応友達と買い物に行く約束をしたんだけども、え、でも福袋とか買わないんですか。福袋は買わないね。あ、買わないんですか。買わない、買うの、みんなああいうの買ったことないです、私は。じゃあなんで聞いた。なんで聞いた、自分は買わないのに。なんか極意聞いたとかなと思って買って、なんか今年こそはいろいろやろうと思って、うん、でも10代の頃は買った気がする、はい、私も1個2個とか。本当ですか。買った気がする。ほら、でも福袋ってさ、朝早くから並ばなきゃダメじゃん、うん、そう、切れないんですよ、やっぱね、辛いのよね、もう老体だから。さあ、ということでね、こんな感じで2013年も頑張っていきたいと思います。本日も30分ちょっとお時間よろしいですか。やはりさくらのちょっとお時間よろしいですか。改めまして、矢作さゆりです。さくらやねです。さあ、というわけでね、はあ、まずはベタですけれども、はあ、今年の目標、2013年の目標みたいなものを、はいはいはい、発表するらしいですので、よくあるやつですね。よくあるやつですね、はい、ということで、色紙に先ほど我々書きましたので、はい、書きました。こちらの方を発表していきたいと思います。はい、こちら、お、ダン、ピンジョ卒業来い。そうそう、来いです。変って書いちゃったけど、ここは変じゃないよ、変じゃなくて来いです。下は下心。すげえ、下心だよ。ポイセンすげえ。なになに、下心ね、恋だから。うん、ちょっと、もう偏見だな、それは。下心だからかって偏見だけれども、まあ、うん、とりあえず、今年は、ピンジョね、卒業し、みんな見た、クリスマス付近にやってた3夜連続のドラマ。もう、我々も、もうすごい面白かったよね。みんなで見てね。ちょ、タカシはもらっていきますね。ちょっと待ってよ。タカシは、タカシは私のものでしょ。え、タカシは私でしょ。いやいやいや、いやいや、お前、ムロツヨシ出てたじゃん。違います。それは私でしょ。メルブ、それ私でしょ。しかもヒロインの考え方がもう完璧パイセンと同じっていうね、うん、うん、私だって恋愛したい、恋愛したいよ。とりあえずそのピンジョをね、卒業するのを目標に、うんうん、下心で頑張りたいと思います。下心で頑張るんですね。はい、ではさくらさん、はい、私の目標、ドン、青春、うん、うん、切実です。これは、うん、いろいろ内包されてます。例えば下心、下心と、うん、それから、うん、遊び歩き、遊び歩く、うん、遊び歩け、はい、ね、10代のうちにね、遊んどかないとね、多分パイセンのようになるよ。お、今、あ、マジで超やっべーみたいな、いや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 、そんなの本望じゃないですか。
あと、なんだろう、うん、何して遊びたいの？何して遊びたい？友達と鍋やったりとか。うん、あとは？あと、一緒に初詣行ったりとか。行けばいいじゃない。人混み嫌いだからだね。何がダメって君のそういうところだよね。やっぱ外に出ていかないとダメですかね。そうよ、嫌だなって思っても友達と一緒に行くことに意義があるわけだし、うん、なんかそこをね、協調性だよね、まずね。そこからですかね、うん、君は協調性がないよね。本当ですか？そこじゃないかな。そしたらもっとあれだよ、友達できるよ。なんでハマらいなんですか。もういいです。青春ね、はい、頑張ろう、そんな感じです。はい、さあ、というわけで、はい、個人の目標をこれ保管してね、はい、忘れないように。せっかく書きましたしね。でもまあ叶う叶うよ叶うよじゃねえよ。さあ、じゃあこれ保管していただいて、はい、今度は番組目標もとりあえず、じゃあ私から、じゃあさくらさんから。ドンドン、萌え。なんその言い方、何、まあ、何、なんで、何、番組目標が萌えって意味不、この番この番組は萌えが足りないと思うんです。え、いやもうあり余っちゃってるけど。え、全然わかんない、どういうこと。 なんかこう、なんだろうな、他の、うん、こうなんだろう、他の文化放送 A&G でやってるような、うん、番組みたいな、こう萌え萌えキュンキュンしたものが足りてないと思うんですよ。そういうなんか、まあ、いわゆるこう可愛らしい、女性の可愛らしい部分ばっかりをフィーチャーした。はい、ディスリー入ってきました。入ってないです、憧れですし。ですし、憧れですよ。そう、ね、リスペクトですよ。パイセン、どうしたんですか。パイセン、パイセンどうしたんですか。いつものパイセンと違うじゃないですか。お、笑ってんじゃねえぞ。これを目指していきませんか。まあそうね、遅いよ。もう全然あげ、頭ボリボリ。遅いような気もするけど。じゃあ、まあ、努力していきましょう。そうね、まあでもほら、私たちがダメだとしても、なんか牛には、あ、もう二人とも気だるげ。今日二人とも気だるげだね。なんか、うわ、な、土曜日めんどくせえな、みたいなさ、イレギュラーめんどくせえな、みたいな、その、年末進行、年末進行、みたいな感じですかね。確かに、そうだけれども、はい、ね、そうですけど、可愛いの二人いるし、まあ、だから、萌えは、だから、こっちに任せましょうか。諦めちゃったよ、もうすでに。こっちも頑張りつつ、お前も頑張れよ。頑張りつつ、今鼻で笑った。葵ちゃんが鼻で笑いました。頑張りましょう。頑張ります。じゃあ、そしてパイセンの番組目標はこちら。ダダン、女子大嵐。なん嵐の意味が違う気がする。嵐ということで、女子大、ほら、そうそう、女子限定行きたいですね。ナイトフィーバーみたいな感じをぜひやりたいので、女子大でイベントとかやりたい。いいですね。アンギャですよ、アンギャ。そうよね。全国女子大アンギャ。もういいね、いいね。ツアーですよ。ツアー。女子大ツアーだよ。え、超いいじゃん。いいじゃないですか、そんなの。超いいね。最高ですよ。そういうのやりたいな。それいいですね。なんていうの？普段はできない、はい、女子しかわからない際どいトーク。はいはい。いろいろあるじゃない。ありますね。野郎どもにはわからない、はい、女子だけの心の闇みたいな、闇みたいなものとか、はい、なんかこうキュンキュンすることとか、そういうこととかをまあ話し合っていけたら、そうですね、男子禁制で、そういいんじゃないかなって思いますね。うん、楽しそうじゃないですか。そう、これやりたい。うん、それこれリアルですね。そう、ちょっとリアルでしょ。ちゃんと番組のこと考えてる。素晴らしい。まあ、どうかな。まあ、言っといたらなんかほら、うん、まあ、そうですね。これは自分たちの努力だけど、これはもしかしたらなんかどこかで誰かがなんかしてくれるかもしれないし、そうかもしれないです。そうはないでしょ。うんうん、ね、うっかり。うっかり叶っちゃう可能性もあるかもしれませんからね。さあ、ということで、私たちが書いたこの目標は、後でブログの方にアップしますので、皆さんも覚えておいてください。はい。そして、新年一発目にふさわしい番組からの、重大なお知らせがあります。はい。では、さくらさん、発表お願いします。
皆さん知っての通り、はい、予算ゼロだからね。ノンスポンサー。ノンスポンサーでやっておりますから、はい、もう何としても皆さんに支えていただきたいこの番組。そうなんです。というわけで、はい、現在制作中でございます。そうなんです。まだね、何を作ってるかは、うん、ちょっと秘密なんですけどね。ただすごいみんなあれだよね、もう ラフというかこんな感じっていうのを見てね。そうなんですよね。いやー、可愛いのがね、もうそう、萌え要素あるよ。萌え要素早速あるよ。早速怖いっすよ、叶えちゃいますし。すごいね、かわいい。かわいいんだよね。かわいかった。なんていうか、それをさ、今こうみんなで色とかさ、はい、これをこうしたらどうだろうとかさ、うん、ちょっとみんなで話してるじゃん、はい、そのこの時間が今楽しいよね。ちょっと文化祭の前みたいですよね。そう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 文化祭の出し物ゲームみたいな感じで、今みんなであれをこうして、ここをこうしてってこう言ってるのがすごく楽しいし、こんな感じでどうですかってこう上がって写真とか送ってきてくれるんだけれども、うん、それを見るのがまたうわってなってね、超楽しいよね。ちょっとってなる。いや、もう皆さんにもね、ぜひ早くお見せしたいんですけれども、はい、今現在制作中でございますので、はい、そうなんです。もうちょっとお待ちください。続報は追って、お知らせできるときにまたお知らせしていきたいと思いますので、はい、ぜひ楽しみに待っていてください。待ってください。というわけで、おめでたいお知らせが終わったところで、普通のお便りを読んでいきたいと思います。はい、まずこちらが、紅茶はミルクティーさんからいただきました。ありがとうございます。パイセンアヤネルチョロイース。チョロイース。毎週楽しく聞かせていただいているのですが、お二人に相談したいことがあるのでメールさせていただきました。うんうん。12月、うん、第1週目の放送の、うん、アヤネルが書道で、うん、おっぱいと書き終えて、うんうんうん、おっぱーいおっぱーいとパイセンと2人で叫んでいる時に、うん、親が部屋に入ってきてとても気まずい雰囲気になりました。ごめん。それ以来なかなか父が目を合わせてくれず気まずいです。ごめん。どうしたらいいでしょうか。そういう時は、はい、父パパーイって言えばいいんですよね。おっぱいがダメだったら父って言う。パパーイ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 って言って声かけてみたら、なんかそのお父さんの、お父さん楽しくなっちゃう。そうそうそう、お父さんがバイって振り返ってくれるから、多分ね、父って呼んだら、パパーイって振り返る。そうね、さっつってね、パパーイってね、きっと。パパのパパーイって。うわー、クレイジー、新年1月2日でしょ。クレイジー、年明けクレイジーに当たってて、うわー、ね、あの顔見てくださいよ、パイセン、やばい。どうした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 エグザイルどうした引いてる。あ、負け負けってね。はい、これ、あ、おっぱいの丸か。おっぱいパパイおっぱいパパイってね。いや、怒ってる怒ってる。どんどん真顔になってくるんですけど、パイセンやばい。メールは、あ、いつだ、終わっちゃった。おっぱいでなくなっちゃいましたね。ということで、たくさんのお便りありがとうございました。おっぱいでした。普通た感想、私たちに聞きたいことなどまだまだ待ちしております。おっぱいヤギさくらの、ちょっとよろしいですか。チョロイリハーサル。このコーナーでは、私たちが今まで体験してこなかったことやちょっと苦手なことなどを、今後体験した際にチョロイと思えるようにリハーサルしていきます。ということで、前回はよくわかんない待ち合わせのリハーサルをやりました。今後に活かせるか、ボケ。はい、待ち合わせしたい。ということで、今回の放送日は1月2日、はい、絶賛正月休み中です。そこで今回はこちらをリハーサル。正月にハワイ旅行するリハーサル。うわ、ちょっと芸能人ですよ。歯が命だね。はい、わかる？芸能人は歯が、わかんないね。なんかこの間ワイドショーで見ました。ワイドショーで、なんかのワイドショーで知っちゃった。だ知っちゃいました。知識増えちゃいました。増えたね。よかったね。よかった、おめでとう。危ない危ない。さあ、というわけで、はい、正月休みといえば、はい、ハワイ。そうですよ、ね、まあ、ワイハーワイハーワイハー。さくらさん、ワイハー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 ワ
とさ、これ私今日企画自体やばいなって思ってるんだけれども、はあ、ほうほうほう、まあこれから黒巻を使って、はい、ハワイに行った体で、はい、まあ、現地の方にホテルの場所を聞くというリハーサルをね、はあ、しようと思ってるんだけれども、はあ、うん、今日はあの現地の人呼んでるから現地の人やべえぞ、ガチ現地、ガチやべえぞ、ガチ現地ですか今日、テストとか目じゃないあれだから今日ちょっとガチなんで、ね、今日ガチガチでやばいから、はいはいはい、今日パイセン、あのエキサイト翻訳さっきアプリダウンロードしたから、あ、私もさっきネイバー翻訳ダウンロードしてやるんで、ちょっと後であの駆使して今日は頑張って、ね、はい、あのノージャパニーズ、ノージャパニーズ、いや、行きたいと、いや、ノージャパニーズ、イエス、ということで、早速やってみたいと思います。というわけでハワイに行ってきます。Girls around, take a look at the beach. Beach, 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 beach. Take a look at the beach. Beach, beach. 行こう。ちょ、もう、ちょっと待って。バイセン、エキサイト、エキサイト。早くエキサイトしてください。Please, marry me. All right. 私と結婚してください。ちょっと待って、まずお付き合いから、お付き合いから。私と付き合ってください。私と付き合ってください。私と付き合ってください。付き合いたいだけ、付き合いたい。付き合ってください。翻訳。翻訳。Please。あ、なにこれ。Associate with me。あ、そう、し、え、オーシャンフォニア。やばい。これは、おい、やばい。今日やばいぞ。Yeah, オーシャンモンキー。あの、オーシャンモンキー。Why? Okay. I'm flattered. No, 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 no.あの、エクスから始まる単語多すぎて覚えきれてないんですわ。さくらさん、さくらさん、エクスペンシブですって。エクスペンシブ、どうやって、どうやって、エクスペンシブ、エクス、どうやって、場所をアクセスできません。ウェアホテル
Oh, let me guess. I guess you two want to go to your hotel then. So you're asking, where's the hotel? Yeah. I see. Okay. Well, just go straight down the road. Take a right on the third block, and then take a left on the second block. Just go straight for a couple of minutes, and you'll sit on your right side. Second block, Second block, and left to right. One more play, punch coin. Wow, two dynamic girls. Well, go straight down this road. Go straight. And take a right on the third block. Take a right, two block. And then take a left on the second block. Left, second block. Go straight for a couple of minutes, and you will see it on your right side. カップルを右に曲がる。曲がって、からの? You will see it on your right side. 右側にホテルがある。カップルの右側です。カップルの右側にホテルがある。 そう、まとめると直進してから、 ライト2ブロック、レフト2ブロック、カップルを右に曲がるとホテルがある。 Thank you. You're very, very welcome. Please marry me. あれ、ここどこ？なんかすごいエコな感じ。 今のは初夢？ なんでパイセン結婚相手ハワイで探したんですか？日本じゃもう見つからないと思って。日本じゃもう国内じゃ無理かな、アイセンワールドワイドだわ。というわけで、私たち海外旅行に行ったら全然大丈夫そうでした。大丈夫ですね、行けますわこりゃ。ということで以上、チュロイリハーサルのコーナーでした。 矢作さんが怒っている件。このコーナーは番組内では何かとツッコミであったり、私やスタッフに怒ったりという立ち位置の矢作さんが怒っていそうなことをリスナーさんに予想してもらい検証していきます。お久しぶりのコーナーですけれども、神何でしょう。最近何か神がお怒りのことはありますか？ ガチで怒ってるので言えません。それは言わない方がいいですね。はい、ということで早速リスナーさんが予想した矢作さんが怒っていそうなことをご紹介していきたいと思います。お願いします。木綿のハンカチーフさん。はい。集団でいると強気になる中高生。矢作さん、どうですかね、これ。なるほど。はい、うん、そうですね、これについては、はい、 怒ってますね。そうですね、私も怒ってますね。これはこれはなんでしょうね、やっぱり若者特有の一人ではいられ、群れなきゃ群れないと強くいられないという、で、かつ一人になってしまうと途端にこう目を見てきちんと会話をするということができない子が本当に今多い。そうですね。<笑> まず基本的に最近の子は人の目を見て話すってことしないでしょ。大体こう喋ってても、こう下向いてたり、こうああああみたいな。はい。で、うん、こっち見なさい。なるじゃない。それが途端に群れると、みんなこう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 やんけざるなんだだみたいな、そういう若者が非常に多いと思うんですね。 そうですか。これはやっぱり、うん、確かに。由々しき事態ですよね。それがよくわかるのって電車の中なんですよね。ああ、みんな群れてて、でだんだん一人ずつ降りてったりとかなんだりして、こうだんだんこう小さくなってくのよね。なってったって、で最終的に一人になった時のあのなんかこうキョロキョロして、やべえ。
やばい、どうしよう、みんないなくなっちゃったみたいな。でなんかずっとワイワイ騒いでたけど、一人で騒ぐわけにもいかねえし、じゃあ携帯みたいな、うん、そういう若者。そう、あれはね、あと電車の中であの地べたに座って、あれはないわ、荷物下に置いて、はい、あれは何なのかしらね。何の、まあ、疲れたっていうことなんですかね。あの若者が疲れてるんだったら、うん、我々その倍以上疲れてますから。そうですよね、本当にそう思うのね。それはそうですね。そう、あれはね、まあ、ちょっとたまにこう見かけたら邪魔よというふうには言いますけれども。本当ですか。言うなよ、邪魔だものだって。私言えないですよ。うん、若いとね、そう、なんかガンってやられそうで。そうね、はい、そうよね、そのまんま。でもね、私も昔はそうだった。それがね、大丈夫、はい、あと 10年しないうちぐらいに、パーセント同い年ぐらいになった時には、はい、もうあのペッって思うから、クソガキどもがペッって思ってるんです。クソガキどもがそこまでは思ってないな。なるから、はい、大丈夫、安心してください。大丈夫ですか、安心、はい、じゃあしましょうね。はい、ということで、まだまだ矢作さんが怒っていそうなことをお待ちしております。はい、以上、矢作さんが怒っている件のコーナーでした。はい、お送りしてきました矢作さくらのちょっとお時間よろしいですか。はい、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。はい、番組ではリスナーの皆さんからふつおた、番組の感想、各コーナーでのお便りをお待ちしております。はい、宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送超 A&G プラス矢作さくらのちょっとお時間よろしいですかまで。メールの場合はすべて小文字で、お時間アットマーク JOQR.net、 お時間アットマーク JOQR.net、 お時間の綴りは OJIKAN です。コーナー紹介は番組ブログにありますので、そちらを参照してください。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。はあ、いやー、ではまず、はい、先ほどの訂正から、はい、そうですね、カップルのところを曲がるみたいに私たち言ったやつ、はい、あれ、はい、正確には、はい、数分っていうことだったらしいです、ね、数分の数分数分数分歩いてみたいな、曲がるみたいな意味ですね。あの、まカップル、そうですね、カップル目印ではないですよね。まあ、そうですよね、心中言いますからね、ずっと立てられちゃったら困っちゃいますもんね。そりゃそうですよね、申し訳ございませんでした。ちなみにですね、あの現地の方をやっていただいた方は、はい、A&G アカデミーを卒業した役者さんです。あ、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ね、わざわざ来ていただいて、そうですね、変な絡み方をして返すっていう、うん、もうね、多分一番ポカーンだったと思うんですけれども ね、 そうですね、周りに結婚してください。急に、ね、なんかね、呼ばれてきたら求婚されて、そうそう、まさかこんなところに来て求婚されると思ってなかったね。っびっくりです。怖いとはみたいな顔してそうですね、ですよね、そうなりますよね。どういうことってなってましたね。仲良くしてください。お願いします。はい、ということで今日はこの辺でお別れのお時間です。はい、お相手は私、萩沙絵里と桜井音でした。来週もこのお時間にお会いしましょう。バイバイ。